お前。いいんですか。ちょっと待ってください。金取るんですか。俺今年決めたの。もうお前今年は一切おごらない。ちょっと待ってください。全部割り勘な。ちょっと区長言ってもらう。ちょっと待ってください。なんで。殿におごってもらった金を浮かせて、うん、僕はあの住宅ローン払ってるんですよ。お前のマンション大丈夫か。え。まさか。こちらの本数が足りることなんで。いや本当ですか。おいおい。失礼いたします。おい、なんだ。殿。お客様。お客様。え。すごいお客様でございますよ。何慌ててんだよ。私ビビってしまいました。お通ししていいでしょうか。どうぞ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 お入りください。どうですか。美味しいですよ、うん、香りがいいでしょ、ね、焼き芋の香ばしい香りがね、うんと。モンゴルは正月はどういうことやるんですか。正月はやっぱ年上に挨拶したりとかしますね、うん、ちゃんとあの食べ物とかなんかあるんですか。正月必ずか羊の丸焼き一頭とかそういうふうに、丸焼きヒット、うん、すごい正月だなこれ。すごいですね。これモンゴルの、はい、ちょっと飲んでるか。モンゴルのお酒とかだな。モンゴルのお酒前になんかやり方あるんですよ。やり方が、ね、薬指で、はい、その手の神様に、あと山の神様とこっち、神様に感謝する。神様に神様とこれは違うでしょ。そこは天の神様、一緒にやりますか、はいはい、天の神様やって、死の神様、死の神様、死の神様、酒漬け3杯飲んで、大丈夫か。アルコールが高いんだ。これはちょっと待ってください。これはちょうどいいんです。それから絶対強いの飲まないといけないんだ。正月で食べるなんかモンゴルの、ええ、ボースって、まあ、肉まん食べたいの。いただきます。あと、うわ、うわ、うわ、うまい、うまい。これはね、うん、ジンギスカンのような、うん、うん、羊肉。肉は羊なんですよね。うん、あれ、これ羊の肉、はい、香ばしい美味しさがあります。しかし、横綱の今年の記録はすごかったな、去年かな。素晴らしいですね。7場所連続優勝でしょ、はい、で、年間制覇だもんな、6場所、うん、まあ、ね、あと年間83勝4勝ですね。84勝、これ新記録ですよね。そうですね、やっちゃったね、やっちゃったね。横綱の懸賞を勝った時こうもらって手形を切った後すごくこうにらぐじゃないですか。あのクッてこう、あれは誰見てるんですか。いつもあれ気になってしまった、うん、あれもう癖になってるんですね。もう必ずこっち見ちゃうんですね。なんだろうね。別に大した意味はないですか。意味はないんですけど、なんとなくその審判も親方座ってるんですよ、ええ、あれが必ずあの当時あの長野富士さんが、ええ、行う方が必ずこうウィンドウがやってたんですよ、ええ、それでちょっとおかげさまでっていうことなのか、なんか今でもなんかもう混んでちゃったんですね。どうしても必ずですよね。俺たちから見るとどうだ文句あるかほらっていうふうに見えるんだけどな。あれ賞金袋ってのはあの見せてもらっていいですか、はい、あります。ありますよ。そんなの入ってんだ。あ、海鮮の入ってても書いてある、その日の。なるほどね。中は手取り、本当は6万円で手取りで3万円なんですよ。あ、3万円入ってる。入ってますよ。実際に入ってます。あ、これも、はい、え、どうぞ。え、見てみたいと、どうなの、どうなの、え、そういう、なんか、あー、ほんとだ。最高何枚持ってたの。49ですかね。49こんなだぜ。あとあの、あの化粧回しですか、はいはい、あれも今日ね、なんかね、はい、持ってきてもらったんだ。うれしい。生でこう触ってみたくて。うわー、それは嬉しいですね。どうぞ。マイクのこれ触っても大丈夫。触ってください、全然いいです。あ、こんな硬いんですか。硬いし、重いし、うん、
新しいものも結構折るのは痛いんですよね、締めるからね。その方に綱が来るからね、それともこう2人2人で引っ張るからね、はい、結構苦しいんですよ。痛いんだ。もうだいぶ慣れてるんですけどね。これは値段的には相当するんですよね、これね。しますね。ね、ロボットだけしか使わない。そうですよね。いくらくらいするんだろうな。あ、特別今日はね、はい、早く部屋のちゃんこを、皆様に、ね、差し入れます。本当に。いやー、すごい嬉しい。はい、野菜とこれ豚ですか。豚とソーセージ食べてくださいよ。うまい。うちは高砂ではキムチ鍋有名なんですよ。あ、どうですか。もうこれはうまい。今ちょっと寒い時期じゃないですか。ね、あ、止まるんですよ。これはうまい。キムチも本当にうまい。おいしい。すごいおいしい。もうみんな入ってる。固まりますね。一番とろかった。止まりませんよ。なんかちっちゃく見えるもんな。本当ね。ちょっとそばに座ってみな。ちっちゃく見えるとか。いやいや、いいですよ、これもう。母ちゃん見てるか。こんなにいるんだ、隣に。いや、本当ですよ。あ、いいし、いいな、羨ましいな。親孝行できました。こちらはだいぶ食べちゃうんでしょうね。そうですね、まあ、いっぱい2杯ぐらいいくんですね。あ、そんなもんすか。2杯ぐらいいくんですか。今、あんまり食べないんですよね。食べる時はやっぱ幕下から10年ぐらいでよく食べましたね。今はもうそんな普通ですよ。あ、そうですか。ちょこっとやってもらってます、ね。若い時のなんか食うんですかね、体作るのに。若い時はね、一人で焼肉16年前に食べた。16人前。週に6回ぐらい行ったんですよ。まあ、ほとんど毎日。16回、16年前行ったんですよ。どういうのが好みですか。まあまあそうね。みんな。可愛い。お子さんは何人？ちょっと2人ですね。2人。上は？上2歳と下も2ヶ月。あ、じゃあ可愛いんですよ。ね。この間抱いたんですけど、逆に怖いんですよね。あ、潰しちゃう。ちょっと待ってください。おもろばいじゃないよ。宿泊か入ってよ。長いこと。同じ感じ。宿泊わけない。宿泊は初恋ことかっていつなんですか。うち2日ですね。早い。2日。じゃあ1日だけしか。いや、初場所だって大体第1週の日曜日なんですよ。で、今年は4日から、もうちょっとしか結構ないんですよ。だから正月はあんまり飲まないんですよ、枯れてますから。あんまりって言ったらそれがね。そうですよ。俺たち の、 あのこんなコップ2杯とか違うわけ違うから、日曜日に何本違う感じだから。だってあの優勝した時こんなのこうやるじゃないですか。優勝杯で、これあれでも実際飲むんですよね。飲みますね。重いんですよ。あれだって。これだって50キロくらいありますね。で、それで手持つのきついんですよ。それにあれ何本入るんですか。2升瓶ぐらいかな。2升。うわ。で、これで飲むんですよ。うわ。これやってみてくださいよ。まず持てないし、それ。持ちそうね。入っちゃうなんか。気持ちよくなっちゃった。正月ですからね。正月ですからまあ、ぜひ今年も大活躍を、そうですね、期待しますんで、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。どうも。失礼いたします。さあ、お客様がいらっしゃいましたよ。誰よ。それがすごい方なんですよ。すごい方。どうぞ。どうぞお入りくださいませ。おー、どうも。はじめまして。どうも。あけましておめでとうございます。よろしくお願いします。
ます。どうも。いやー、やっぱ大きいですね。ね、足崩してください。どうぞ。私やっぱりあの横綱昇進を決定づけたあの相撲一番。あの一番すごかったな。力入った。最後勝った後土俵にこうおでこつけましたね。はい、あれはどういう。まあ、やっぱ土俵というのは高いの神様もありますので、ありがとうございますと、まあ、感謝の気持ちを込まって。なるほどね。じゃあ乾杯しようかな。ごちそうです。お酒は何。じゃあ焼酎があったらごちそうです。焼酎6個でいいですね。はい、ごちそうです。乾杯。乾杯。ごちそうです。よろしくお願いします。アルコールです。横綱はあの閣下に入ったのはいくつの時ですか。そう、ちょうど16歳になったばかりの時ですね。16歳から、はい、その頃は体重はどのくらいだったんですか。72キロぐらいですね。72キロ。はい、だから竜兵ぐらいか。そうですね、変わんないですね。ね、で今は何キロですか。今は133ぐらいです。133。倍上だ、倍上だ。ちょっと手を。これで、ね、はたかれた日にゃ。なんか来たことないか。あのですね、はい、日本に来てもだから16からだから結構なりますよね、はい、あの好きなもんとか日本の食べ物であります。なんか魚系が多いですね。お寿司か。あ、寿司ですか。はい、寿司でも大体何貫ぐらいいっちゃうんですか、1回に食べるのは。まあ今ダイエット中なんで、まあ10年前ぐらい食べると思います。10年前。10年前ってすごいすごいな。食べるのも敬語なので。そうですよね、体は資本だからな。でもあれですね、言葉ももうすごいじゃない、流暢じゃないですか、日本語ね。うん、だって日本に来てからですよね、日本語に触れたのは。そうそうそう、はい、ですよね、うん、よくよく。でもそれなんか文句あるんですか。いや文句だよ。土俵があったらな。今日賞金のあの袋を見たことないんで。あ、すごいな。見たことないよ。失礼いたします。うわ、あ、これだ。横綱箱付けでやる場合は、だいたい40個ぐらい出てるんじゃないですかね。40個。ちなみにこれこの中においくら入ってんですか。それ言わなきゃいけないですか。これあのその日に自分でもらえるんですよね。そうです。はい、でその日であの飲みちゃったりします。まあもう毎日ちょっと。あ、毎日ですか。今度ぜひご商売に預かりたいと思って。一緒にぜひね。あとね、横綱はね、絵を描く。本当本当。ちょっと今日も絵をね、置いてもらうんですか。あるんですか。失礼いたします。ちゃんこな、用意してもらってる。じゃあ、いただきますか。はい、はい、お願いします。おはようございます。おいしそう。じゃあ、ちょっと、お鍋の方を来ましたね。揚げさせていただきます。野菜切るの詰めてます。野菜切ったら皿洗ったり、米炊いたり。これま
た別にご飯食べるんだな。そうですね。もうでも次の日曜日にはもう初場所ですからね。そうだ。ね。